私が日本に来てから2年半になりました。私がどこの出身で、そこでどんな人たちがどんな暮らしをしているのか、そして日本に来るのにどのくらいかかるのかということに持つ人にたくさん会いました。私が質問に答え終わると、彼らは決まって日本と全然違うとか、とても遠いと言います。さて、父さんについての話を続ける前に、私がシリアにいた時の話をします。皆さん、シリアで今とてもひどい状況になっていることをご存知だと思います。政府軍が普通の人々を逮捕することは日常的に起きています。理由は様々です。政治、宗教、運の悪さ、その他どんなものでも。私もある日突然捕まりました。それは大学がある遠くの町に戻る前日のことでした。私は体が痛かったので、出発を1日遅らせるにして、服や母が用意してくれた美味しいご飯を荷物に詰めました。出発の日の朝の5時ぐらいに、母と妹の怯えた声で目が覚めました。起きて、政府軍が村を包囲してるわ、弟たちと知り合いの家に逃げて。私がリビングルームに行くと、弟たちがすでに準備を終わって私を待っていましたが、私と一緒に逃げないと分かると、裏のドアから出て行きました。残った父と母、妹とまだ幼い弟と私は、兵士たちが私たちの ID をスムーズに確認できるようにドアの前に立って待ちました。早く終われば私はまた寝れると思っていました。父がドアを開けた時、最初に私が見たものは警官の白いひげと恐ろしい軍の制服でした。彼の周りには兵士がたくさんいました。父が私たちの ID を渡すと、彼は ID と彼が持っていた紙を見比べ始めました。その時、彼は私を見て、私が徴兵免除を受けていることについて聞きました。私は免除の紙を渡すと、彼はちらりと見て隣にいた兵士に渡し、こう言いました。これどうも偽物だろう。兵士があろうことか完全に彼に同意しました。それが長い一になると分かった瞬間でした。彼は私を呼び指すと、兵士が私の腕をつかみました。警官が母に、心配するな、30分で確認はすぐ終わると言いました。兵士は私の右の腕を引っ張りながら、靴を履けと言っていました。言った時、私が思い出したのはあるサンダルのことです。兄が最初の逮捕の時入っていって、2回の逮捕の時にもあれを探して入っていったサンダルです。私は兄がそのサンダルを入っていって2回とも無事に牢獄から出たという事実を覚えておくために、そのサンダルを履いていくことを決めました。でも、ここは何もしなくても捕まえられ、拷問を受け、死んでしまう人がたくさんいるシリアでした。死と隣り合わせの日常でした。
何でもいいから何かにすがりたかったのです。希望のサンダルと名前をつけていてました。まあ変だって思うでしょ。私は腕を後ろに縛られ目隠しをされトラックの荷台の中に入れられました。たくさんの人がいると分かりましたが話すことを許されず車は走り続けました。長い長いそして辛い時間でした。ようやく彼らは私たちを荷台から出して暑い夏の太陽の下でみんなを壁建物の壁の前に立たせました。建物の中から恋と声がしました。中に入ると警官が私にお前は何してるんだと聞きました。大学の学生ですと答えると彼はさらにお前やお前の家族を守るために軍隊に入らないのかいと言いました。軍が私をここに連れてきたのにお前を守るなんてとんでもない。兵士に腕をつかまれたくさんの人がいる部屋に着きました。目隠しを外すと私の30分の旅が始まりました。30分なんて誰かがそんなことを言えたんでしょう。あの警官が母に30分ですぐ終わると言っていましたよね。それは2012年7月16日のことでした。次の日兵士たちが私たちを諜報支部に連れて行きました。そこに着くと一人ずつ小さな部屋に分けられて私は縦2メーター幅1メーターの部屋に入れられました。そこには私より先に3人の男とまだ13歳になっていない子供が2人いました。狭すぎたので私たちは交代で立ったり座ったりしました。他の部屋も合わせるとここには40人がいましたが明日20人出られることを兵士が言いました。このニュースで明日を待つ私たちの夜は非常にゆっくり過ぎました。朝になり兵士が来てたくさんの名前の中に呼ばれるのを祈るように待ちましたがとうとう呼ばれませんでした。私は小さな部屋に一人になりました。また次の日にまた別の刑務所に連れて行かれました。私は今でもあの地下に続く階段の変な匂いを覚えています。兵士がドアを開けるまでその匂いが何なのか分かりませんでした。床が血で染まっていました。暖房装置にくくりつけられ動きもなく転がっている人たちから出た血です。通路の終わりにはドアが開けたままにしてあり何百もの人を詰め込まれていました。大切なサンダルを持ってどこに行けばいいのか分からず歩き回りました。なんとか大きい部屋を見つけましたがそこにも息ができていない死ぬ間際の子供や大人がいました。なんとかこの場所を受け入れようとしましたがすぐ時間後部屋を変えた方がいいと思いそこを出て暗すぎて多くが見えない部屋に行きました。その部屋を選んだ理由は正直自分でもよくわかりません。入り口から2人ぐらいしか見えませんでしたが中に入るとたくさんの人を見えるようになりました。縦5メーター幅1メーターほどの部屋の端っこに行って座りました。
目が暗さに慣れると周りの人の顔が見えてきました。そして突然壁に爪で彫られた文字を見えました。そこにはこう書いてありました。1983年8月7日真実の言葉。私は不当に捕らえられてたが、ついに明日解放される。誰かが20年以上も前に彫ったものでした。その壁のメッセージのついに明日解放される以外の部分は1センチほどの深さで深く深く彫られていました。きっと毎日毎日出られることを信じて何度も何度もなぞり続けたのでしょう。その壁のその瞬間、時間を超えたつながりが持つ力に気づきました。その壁のメッセージのを見た後、この長くひどい日々から抜け出してやるというとてもない希望が湧いてきました。その人がこの部屋に入ってたということ以外は何にも知りません。彼は太陽の光を浴びりませんでしたが、私の荒れ果てた心に光をくれました。彼は彼の爪でこの今起きている最悪なことは終わると教えてくれました。日々が過ぎ、私は明るいところも暗いところもたくさんの場所に移動させられてた、させられていましたが、彼が教えてくれたことを決して忘れませんでした。さらに日々が過ぎ、私はオリーブの木が地平線まで続いた畑が見える窓のある場所に着きました。その畑を見て、雨が降る前にここから出たいと思いました。シリアでの雨は冬が来たことを意味するからです。そして3ヶ月18の異なる場所で過ごした後、ついに解放されました。まるで映画のようにその日に雨が降りました。私を迎えに来てくれた父の隣を大切なサンダルを持って歩きながら、爪で書かれたメッセージが私に希望をくれましたことを話しました。すると父は、目の前にいなくてもあなたは誰かの希望になれるんだよと言いました。さて、私が日本とシリアの父さんについて話してたことに戻りましょう。シリアは日本から遠すぎる。シリアで今起きていることは私たちに関係がないというのは間違っています。遠くないです。無関係ではないです。だって今シリア人の私が日本で日本人の皆さんの前に立っていますね。世界の人と出来事はつながり合っています。それらは距離を超え、時間を超え、この世界の誰かに影響を与えるかもしれません。たとえそれが毎日の生活の自分の小さな決断や行動でも、自分が気づいてなくても、どんな小さなことだと思っていても、他の人にとってはそれは希望となったり、命を救うことさえあります。もしあの彼が爪であのメッセージを彫らなかったら、今私はここにいなかったかもしれません。私たちは会うこともない、会ったこともないかもしれない。
世界の誰かに影響を与える力を持っています。私たちは実は多くの人の人生に影響を与え、世界をも変えることができるのです。ありがとうございました。